はいはいはい、優先と振り構えたバットに我らの夢を乗せて、スタンドへ弾き返せ、意図を掴むその日まで、カットせよ、おいおい。巨人ファンの女、球場に黒い服着てきがち。どうもございます。大山選手が今季初ホームランとなる意地の痛い一号ツーランホームランを放ってくれました。阪神タイガースの意地を見ててくれました。しかし、開幕の連敗はないやろな。プロ野球史上、開幕の連敗したチームが逆転優勝されは一度もない。なんで4月だけドライブ超えたあかんねん。まだ4月やぞ、まだ4月やぞ。なんでデッドライン超えなあかんねん。もう藤浪は初回から坂本をポランコに連続ホームラン。坂本ライトすぎるやろ。なんで簡単にそんな藤浪をストレートホームランできんねん。なんでやねん。おい坂本、お前この脇腹痛めて開幕間に合わなかったよな。筋損傷って聞いてたぞ、ヤフーニュースでは。筋損傷やぞ、筋。な、開幕早々復帰したホームランってんねん。なあ、おかしいやろが。こっちの及川班はな、まだ一軍戻ってこれへんわ。同じ男怪我して。なんで戻ってこれてんねん、坂本隼人は。お前嘘ついとったやろ。そんなに重症やなかったんちゃうんか、おい。まったく、他球団を油断させるために嘘つきやがったか、読めるジャイアンツ。ほんまにお前ら巨人は、ほんまにお前らジャイアンツは、汚い大人やで。ほんま、しょうもないわ。ほんで、ポランコ、なんか、うちのロハスと大親友らしくて、ロハスから日本の情報を聞いて、打ちまくってるらしいね。日本での活躍ロハスにも教えてるや。いや、うん、教えてください、お願いします。ポランコ様、大親友ロハス様にも日本での活躍の秘訣を教えてやってください。日本での経験を教えてやってください。そしてその後も2回に大城匠にホームラン、3回には丸にタイムリー、4回にも1点を取られ、藤浪晋太郎6失点。カーブ一球も投げられないやろ。全然投げへんねん、カーブ。カーブで聞いとったやろ今まで。なんで巨人戦で投げへんねん。そら打たれるわ。去年とか当てへんねんから。そんなな、スライダーで緩急取るぐらいじゃ巨人打線抑えられへんねん。カーブ投げんかい、もっと。今年の藤浪の真骨頂やろがい。しかし阪神も5回、糸井嘉男のタイムリーで1点を返し、なおワンアウト1塁、続く梅野龍太郎がダブルプレー。宮崎連続ダブルプレーはないやろ。何やってんねん。そして9回、新クローザー、大勢がマウンドに。ドラフト1位の大勢。お、火の玉ストレート投げ取れないかい。火の玉ストレート投げ取れないかい。めちゃくちゃ加速しとるわ。解説の宮本さんも、加速してますねって言っとったわ。それ藤川球児やろもう。なんで阪神こんかったんや。明らかに阪神タイガースやろ、そんなもん。火の玉をストレス投げるやつはな、全員阪神タイガースや。なんで入ってこんかって。ほんで8回の桑原もな、めちゃくちゃいいボール投げとったわ。巨人リリーフピッチャーめっちゃええやん。おう、そんなええならな、ビエイラハン渡してくれますか。ちょっと一回貸してもらえませんか、ビエイラハン。ちょっと1ヶ月限定でいいんで、ちょっとビエイラハン貸してくれまへんか。いやー、原さんお願いしますわ。あー、7000万円渡しますから、金銭トレードで。あー、ちょっとよこしてくださいな。まあ、ただ今日大山さんのホームランで1点差に迫って、まあ一番いい試合やった。うん、一番いい試合やった。明日につながる試合がようやくできた。あー、明日必ず開幕連敗止めましょう。頼んだ一平。